エッツよ、エッツよ、お頭があんたに話があるそうだ。そうか、わかった。来たか。来い、エツよ。お前に紹介したいお方がいる。ほら、アゴスティーノ・バルバリーゴ、ベネツィアの総督殿だ。次のか。はじめまして、閣下。どうか以後お見知りおきよ。ご兄弟の件は残念です。仕方ない。愚かにもボルジアと通じたのだ。いずれはああなる運命だったということだ。エツよ、ちょっと話があるんだ。シルビオはアルセナーレに逃げ込んだ。もう袋のネズミだ。はっ、ネズミ？むしろ虎だな。200人を超える傭兵が一緒なのだぞ。総督閣下、降伏を命じられないので。今の私はまだ正式には総督と認められておらんみてな。シルビオのこの動きで承認はさらにずれ込むだろう。奴は軍を従えているというのに。ではこちらも挙兵を。そう言うだろうと思ったよ。傭兵隊長のバルトロメオのところへ行け。シルビオとは犬猿の仲だ。住処は兵隊外にある。アルセナーレの南西だ。なるほど。では会ってみるか。頼む、助けて。頼む、助けて。あんたはバルトロメオの部下だな。何があった？彼はシルビオの手下が襲ってきて、隊長は地区のもっと奥にここの北だ。眠れ、安らかに。仕事だ。時間を稼いでくれ。どうだと分からせてやるさ。うぬけの根性なしだまね。卑怯者、ふぬけ、無能。いいタイミングだな。さて、キスしたものか引っ叩いたものか、念のために両方するか。勝手に言ってろ。お前は？俺はフィレンツェのエッツィオ・アウディトーレ。あんたを救いに来た。誰が誰を助けに駆けつけたのや。どういう意味だ。あそこだ、捕らえるんだ。ついてこい。ボケット。おっ、おい、俺ほどのもんか。見てやるよ。まだだったのか。長いはまずい。まあな、もっと頭をかしわってやりたかったんだが。争いは避けるべきだとは思わないか。ああ、怖いのか。いや、だが敵がこちらの100倍もいるのでは少し分が悪いだろう。ひどい世の中だ。好きにしな、ヤサ男。逃げよう。でかいのに注意しろ。ダンテってやつだ。ほとんどのやつはただの役立たずだが、こいつは厄介だぞ。いたぞ、どこだ。やっと面白くなってきやがる。おい、俺のもんか。見てやるよ。悪魔がお前に会いたいのか。
いねえのか。無関係だ。助けてくれ。助けよう。自由か。やっぱりいいもんだな。シルビオはあんたのアジトを襲撃する気だ。備えておいた方がいい。備え？この俺の用心深さを侮ってもらっちゃ困るぜ。貴様命が惜しかったら降伏するんだな。ボケが！自由のない人生に何の意味があるって言うんだ。え？檻に戻った方がまだマシってもんだ。なら地獄に落ちるがいい。殺せ。いたぞ。面白くなってきやがった。加減してやるよ。綺麗な顔があっさり台無しになったわ。たまたま行こう。合わせただけなんだ。俺は関係ないの。うざったい連中だな。ビアンカ、傷ついてないか。ビアンカ、ビアンカ。おい、大丈夫か。寝ぼけてんのか。このありさまを見ろ。ああ、ビアンカ、あいつに何かあったら。ああ、よかった。無事だったんだな。ほら、エッツヨ、ビアンカだ。ビアンカ、エッツヨだ。なるほど。さて、どうしてここへ来たのかをまだ聞いていなかったな。何を隠そう、シルビオの件なんだ。力を借りたい。ああ、よし、もちろんだ。心強い言葉だが、二人だけでは。三人だけでは奴と戦えないぞ。何せ軍を率いているんだ。部下たちに戦闘の準備を整えさせよう。その間にお前は、奴らの襲撃で捕虜になった連中を救い出してきてくれないか。ほったらかしにしちゃ両親が痛むからな。了解だ。すぐに取り掛かるとしよう。幸運を祈っているぞ。おかげで助かったよ。一緒に戦わせてくれないか。よければだが、こっちだ。国外での利益を守るために実施した作戦活動により資金不足に陥ったため、生活必需品とみなされない輸入品には課税をすることとなった。マクロウンガで釣った魚は食べないようにとのお達しが出ている。善良なる市民の務めとして、市民
よりも恨みがある。やつだ、そこにいる。腰を上にしろ。ついてこい。一緒に戦うぜ。指揮を頼む。ついてこい。これはこれは。いたぞ、そこだ。この野郎、痛い目に遭いたいのか。そんなつもりじゃなかったんだ。さあやろう。見逃してくれ、見逃してくれ。誰か知らない。今はシルビアの犬か。哀れだな。最後に目にものを見せてやる。ようエッツよ、戻ってきたか。よくやった。おかげで俺の傭兵団は元通りだ。どれだけの過ちをしでかしたかシルビオに思い知らせてやろうぜ。でどうするんだ。アルセナーレに直接攻撃か。いや、それだと被害がでかすぎる。俺にいい考えがあるんだ。俺の部下を付近一帯に配置してきてくれ。騒ぎを起こさせシルビオの兵隊を分散させるんだ。その隙に俺がアルセナーレに忍び込んで奴を仕留める寸法か。そうだ、邪魔されずに済むぞ。餌に食いつくかな。食いつくさ、きっとな。行こう。ここで合図を待て。了解した。さあやろう。逃げろ、殺される。好き勝手できると思ったら大物になる。
の報告があったからだ。気をつけろ。あいつこそ見えた。よし行け行け。腕に自信あり。ここにいるんだぞ。任せておけ。離れるな。これでクビだ。また物乞いに逆戻りか。仕方ない。どうせ俺みたいな役立つわけだろう。出たんだろう。ここだ。いいバカにつける薬はないか。病を癒して差し上げよう。ほら。よし、ここで待機するんだ。攻撃の時は合図してくれ。ああ、戻ったな。終わったのか。ああ、配置は完了した。よしよし、こいつを。使い方は分かっているな。付近一帯で一番高い場所によじ登ってそいつをぶっ放すんだ。その音を合図にして攻撃開始だ。了解だ。次は戦場で会おう。楽しみだぜ。もう帰るよ。来ないでくれ。ベレディア市民に格調高いサービスを提供し続けるサンポロのベルトッチをよろしく。はい、疫病が発生したとの報告があったからだ。社会のためにも速やかに検査を受けてほしい。バルトロメオが危険だ。戻らないとアルセナーレに。頼むぜ。おい、あそこだ、あそこ。頑張れ。陰ながら俺たちはあんたを見守ってるぞ。どうだ、実に興味深かろう。こいつに殺されて名誉に思うんだな。寝言は寝てからいい。このドアホが腐ったれ。来いエツよ。あのクソデブを何とかしねえと。もういい、時間がない。戻ってこい。出発するぞ。エツよ行け。あのデブを追えばシルビオがいるはずだ。兵隊どもは任せておけ。
俺たちが押さえておいてやる。急げ、私たちを置いてきたぞ。何があったんだ、どうして船が。狙いは総督の座では。目くらましだ、船が出るまでの行く先は誰が話すものか。行き先はキプロス島だ。目的は何時闇を恐れるなかれ、何時闇に身を任せよ。眠れ安らかに。やったな、エッツよ。シルビオはくたばった。これで兵隊以外は元通り俺たちのもんだ。これで今度こそこのベネチアにちょいとばかりの平和と静けさが戻ってきたってわけだ。こいつは盛大に祝わないとならねえな。それは何よりだな、バルトロメオ。これは行かないと。どうにも成り行きが奇妙なことになってきたようだ。どういう意味だ。シルビオの狙いは総督の座ではなかったんだ。奴は町から出て行こうとしていた。今回のことはおとりだったんだよ。おとり。ああ、真相を突き止めないと。愛しいあなたへ。あなたがこの手紙を理解できる日は二度と来ないのかもしれませんが、あえて記します。私は悔いています、マルコの妻になったことを。しかし彼は死に、再び一緒に暮らすことも夢ではなくなりました。私のことを覚えていらっしゃいますか。それとも傷が私の記憶さえ奪ってしまったのでしょうか。ですが、たとえ耳には届かない言葉であっても心には届くと信じております。頭は病んでも心までは病んでいないでしょうから、あなたの傷が癒え、私のことを思い出していただけるその日まで、あなたに変わらぬ愛を、グロリア。